はい。皆さんがね、ここで、えー、時間を待ってようかなと思います。今ね、なので、ちょっとバディの、はい、バディの様子を見たい、見ながら待ちたいと思います。はい、バディー。バディー。はーい。いい子に寝てます。ね、ね。<laughs> はい。バディ寝てますね、相変わらず。みんな大丈夫かな探せるかなちょっと、私の、ちょっと待ちましょうね。はい。お、2回目の一番乗りは、みんみんさん、クイズナーありがとうございます。はい、続々。ミラ123。 あの、ミラ1 2三は、どこかの会で入賞されませんでしたで、あの、えっと、応募ページに、多分まだ、出題いや、入賞者の応募ページ記入されていないかなと思うんですけど、違ったらごめんなさい。でも、あの、皆さん入賞された方は、入賞者の応募ページに記入をしてもらわないと、ちょっとプレゼントの方が送ることができないので、よろしくお願いします。はい。 お皆さん、続々と見つけてくれましたね。はい。ありがとうございます。みんみん、きっと大丈夫です。遠く数。お、戻ったと。はい。ふくふくちん、一番乗り失敗。と。KW さんもね、お疲れ様。ナイスバディ。ありがとうございます。バディ君のことかなはい。パクさん、大丈夫ですよね。って。えムラーズエンターテインメントさん、今日はクリップないから大丈夫。 まだね、あの、タイミング的にも不幸中の幸いというかね、クイズが始まる直前だったので、ほんとね、ギリセーフだったんですけど、やっぱこういう時もありますよね。やっと繋がったと。じゃあちょっとね、あのー、まだまだね、探している方がいらっしゃるかもしれないんですけど、じゃあちょっとクイズの回答の仕方をおさらいしながら、ちょっと待ってみましょう。はい、もう少し待ちましょうね。えー、っと、クイズの回答の仕方です。はい。 例えば問題にこのように出ます。イクミンの好きな色はということで選択肢は4つあります。で、えっと選択肢にね、赤、黄、青、ピンクって書いてあったんですけど、4番はカタカナでピンクって書いてありったり、2番は青でね、ひらがなで書いてあったりってしたと思うんですけど、 あの、回答するときは皆さんのコメント欄に自分の正解だと思う選択肢、スペース、そして選択肢に表示されていた日本語、例えばカタカナだったらもうカタカナ、漢字だったら漢字、ひらがなだったらひらがな、そのまま回答をしてください。でね、あの、オフィシャルな、正式な回答の仕方っていうのは、まあ えっと、選択肢の数字、スペース、日本語の回答なんですけど、今までも何度も言ってるんですけどね、選択肢だけで、1、2、3、4のね、選択肢だけでもサーバーの方が皆さんの回答を把握している場合がありました。 ただし、全角数字だと読み取れないっていうのも分かっているので、ぜひね、あの、緊張するとか、なんかこう、日本語の変換とか、答えが長かったりとか、ちょっとそう、慌てて、慌てるとかいう方は、選択肢の1,2,3,4、半角数字だけで答えてみるという手もあります。っていうのもね、これ本当は賭けなんですけど、だからちょっと自分の答えが反映されてないって言われたら、ちょっと私は責任を負えないんですけどね。えー、っと、 仮に全問正解者がいっぱいいるとするでしょう全問正解者がもう4人いたとします。そうするとどうやって1位、2位、3位、4位ってランク付けされるのかというと、一番早く正解された方が自動的に優勝ということになるんですよ。だから今までもなんかこうコメント欄にね、コメント欄を待ってればいろんな人の回答が見えるから、それで全問正解いけるよっていう人がいるんですけど、 そういうふうに答えていたら、入賞することは難しいんですよね。なので、もう本当に商品が欲しいという方は、もうプレゼントが欲しいという方はね、もう誰よりも先に答えるという気合で、もう勘の時もあると思います。でももうバシッと、あの、回答してみてください。はい。もう皆さん結構揃いましたね。はい。漢字弱いから名前は漢字はない方がいいかもです。 <laughs> そうそうそう。イクミン感じ弱いからってバレてる <laughs>。そうなんですよ。ちょっとね、なんか、難しい感じとか来るとちょっと頭がパニックるんですけど、まあ、頑張ってます。はい。そして、えー、クイズが終了するとランキングの方が出ます。で、上位3名の方にはね、私、イクミンから素敵なプレゼント。今日はね、イクミンと池さんの方からもね、素敵なプレゼントがありますので、皆さん、ぜひ頑張ってください。えー、優勝者の方には、 こちら、東洋炭酸研究所から、あの、毛穴もね、ツルツルになる炭酸パック。はい。えー、ソーダスパフォームと、ニートで、プラス、えー、池さんの相棒のサウンドトラックですよね。で、ニート3位の方には、はい、こちらです。お口の環境を整えるデンタルスパと体温を上げてね、免疫力アップしたいですよね。えー、超炭酸主義の入浴剤をプレゼントいたします。 はい、まあ、2位と3位の方にもプラこれプラス池さんの CD ですね、相棒の CD、いいですよね、もう超豪華、今日は本当に豪華です、なので皆さん、先ほどのインタビューをちゃんと覚えておいて、これからちょっと出ますからね、それではいいですか、そして、あそうそう、今日が誕生日という方、まあ明日も昨日うも、まあ、ここ数日。 誕生日だったよという方は、あの、私の方からね、誕生日コールもございますので、ぜひコメント欄に、イクミン誕生日、誕生日コールやって、とリクエストをしてください。ちょっとね、あのー、コメントを見逃してしまう可能性があるので、もし私が見逃していたら、もう何度もね、誕生日コールアピールをしてもらえると、よろ、喜びます。<laughs> はい、ではね、早速、クイズの方に行きたいと思います。皆さん、 準備はいいですか結構ね、タイピングするから緊張するとか疲れるっていう方いらっしゃると思うんですけど、はい。もう肩を回してリラックスして、はい。えそして一番乗りコメントを拾っていきます。今回はエドワードさんお疲れ様ということでありがとうございました。 はい。もうね、エドワードさんか、ミンミンか、みたいな、最近はね、もう常連になっているんですけど、え一番乗りコメントも拾っていきますので、ぜひ皆さんもね、一番乗りコメントをしてください。はい。もう皆さん始まりますよ。Keep smiling, stay home, stay positive, and we're all one. クイズなはい。クイズ始まりますか始まる。はい。第一問目の問題です。赤いカーネーションは母への愛。では、黄色のカーネーションへの、えー、花言葉は 笑顔、嫉妬、健康、感謝。さあ、明日は母の日です。ということで、母の日にちなんだクイズです。カーネーションをね、送る予定の方も多くいらっしゃると思います。えー、カーネーションの色でね、花言葉も違うので、もしかしたらね、注意が必要なんじゃないかなと思います。はい、えー。カーネーションのね、色選びも実は大切なんですよ。はい、ここにね、参加している方は、 忘れていたという方、カーネーションの色知らないという方大丈夫です。今日ね、復習というか、今日勉強していきましょう。さあ、一体黄色のカーネーションの花言葉は何でしょうかさあ、これは、はい答えは、嫉妬です。2番の嫉妬ですよ。どうですか意外でしょうというか、知ってる方もまあまあいらっしゃいますね。あの、黄色のカーネーションの花言葉は、軽蔑とか、 とか愛情の揺らぎというね、ネガティブな言葉が含まれているので、まあ、プレゼントには向いていないと言われています。他にもね、あの、お母様が今生きている方には赤色のカーネーション、そして亡くなっている方には白色のカーネーションを送ると言われています。まあ、でもね、いいですよね。はい。では次の問題に行きましょう。小麦バター、砂糖、卵を1ポンドずつだ材料にしたことから作られたケーキは、シフォンケーキ、パウンドケーキ、カステラ、マーフィン。 はい。これちょっと覚えやすいレシピでいいですよね。はーい。遠く数。なんで知っとって、知っとるとって、ほんね、みんななんで知ってるんでしょうね。有名なんですかね。うーん、はい。はい。よろしくお願いします。<laughs> これは、 あ、結構皆さんいい感じに答えられていると思いますはいはい正解出ました答えはそうですパウンドケーキですえちなみに1ポンドは454グラムです皆さんねぜひパウンドケーキを作ってみてはいかがでしょうかあのねアメリカはね本当にねパウンドといえば単位が日本と全然違うので慣れるのに本当に苦労しています はい。もうね、パウンドもそうだけど、体重とかもポンドあと、距離とかもマイルとかで言うので、もうまだ慣れません。さあ、次の問題に参りましょう。シュワシュワ問題です。炭酸医療を世界で初めて飲んだのは誰エリザベス女王、クレオパトラ、シーザー、マリア、テレジア。はい。こちらもね、 難しいと思います。ちなみに、日本で初めて炭酸飲料が伝えられたのは、江戸時代の終わりです。1853年。はい、あの方来ましたね。ペリー、来航です。黒船が来た時に、船に積んでいた飲み物の一つに炭酸レモネードがあって、まあ、そのレモネードを江戸幕府の役人に飲ませたと言われています。はい、えちなみにね、このレモネード、 レモネードがなまったものがラムネになったと言われてます。英語でね、レモネードって、レムネイっていうから、レムネイド、レムネイド、ラムネイ、ラムネイ、レムネイド、ラムネイ。ま、なんかわからなくもない。はい、正解出ました。答えはクレオパトラです。こちらは小説あるようですが、クレオパトラも炭酸飲料を飲んでいたという話があります。この炭酸飲料は、 真珠をね、ぶどうのお酒に、ぶどう酒に入れて溶かして、真珠の成分である炭酸カルシウムが酸に溶けて発生する炭酸ガスを含むものでえ、現在のね、シャンパンに似た飲み物だったそうです。はい、面白いですね。次の問題に行きましょう。ロサンゼルスではタピオカのことを何と呼ぶパール、バブル、モミ、ボバ。はい、日本でね、大流行していたタピオカですね。アメリカでもね、 大人気なんですが、ロサンゼルスの人はね、タピオカと言わないんですよね。これは先ほど池さんのインタビューにも少しヒントが隠されていました。はい、私はね、個人的にはタピオカよりもプリンを入れる派なんですけど、まあ、アメリカではタピオカはね、ミルクティーではなくて、私はタイアイスティーと一緒に飲むのが大好きです。はい、最近ね、タピオカ全然飲んでないですね。もう外出してないのでね。 皆さんタピオカ大好きですか <laughs> すごい流行ってますよね、日本ね。はい、正解は、 4番のボバです。お、バブルティーと分かれましたね。そうなんです。実はね、ロサンゼルス、アメリカでもね、西と東に呼び方が分かれていて、ロサンゼルスとか西側の人をボバティーと言うんですけど、ニューヨークの東海岸の人たちはタピオカのことをね、バブルティーと呼びます。そして、モミティーっていうのはハワイの人が言うらしいです。そしてアジア圏は、まあ、パールティーと、 言うそうです。ね、タピオカっていうのは日本だけっぽいですよ。はい。じゃあ次の問題に行きましょう。家政婦の見たの主人公のえ見た明かりの決め台詞は次のうちどれでしょう実に面白い。承知しました。いい加減目覚めなさい。犯人はあなたよ。<laughs> さあ、どれでしょうか 2011年、平成23年に、ね、放送された松島奈々子さん主演ドラマ、家政婦の三田日本テレビは、 母親のね、死により崩壊寸前となった家庭に、無表情で機械的に仕事をこなす三田という家政婦が派遣されて、まあ、あの、家族をね、絆を取り戻していくという内容でしたけど、ほんとね、毎回、これすごいブームでしたよね。高視聴率を連発し、最終回はなんと視聴率40%を記録したそうです。はい。もちろん答えは、承知いたしました。でした。はい。 そうです。あの、家政婦の三田もね、これ先ほどあのインタビューしました、池さんがサウンドトラックを手掛けてコンポーズされた音楽です。すごいですよね。もう池さん、もうどこにでも、もうヒ大ヒットドラマにはね、必ず池さんが音楽をやっていると言っても過言ではないぐらい、すごい方でしたよね。はい。では次の問題に参りましょう。ベトナムではバイクのことを何と呼ぶ鈴木、ヤマハ、トヨタ、ホンダ。 はい。こちらもね、ちょっとこれ、みんなこれ知ってんのかな私もね、ずっとね、ベトナムに行きたくて、今までベトナムに行くチャンスがなくて、もうなんか、ご縁がないのかななんて思っていたら、ほんとね、2ヶ月前か1ヶ月前かなほんとはベトナムに行く仕事があったんですよ。 ただもうコロナの影響でそれもキャンセルになっちゃったので、もうなんかベトナムに縁がないのかななんてちょっと寂しい気持ちなんですけど、皆さんベトナム行かれたことありますかバイクめちゃめちゃ多いですよね。はい、ベトナムではそのバイクのことを何と呼ぶでしょうかはい、答えが出ました。お、正解率もう80、もう90%ぐらいそうです。ベトナムではバイクのことをね、ホンダと言うんですよ。 うん、だから、特にね、まあ、ハノイとか、ホーチミンとか、まあ、都市、シティのね、都市部で、バイクのことをね、ホンダと呼ぶみたいです。ねなんか面白いですよね。ちょっと、ややこしいそのね、ヤマハのバイクって言いたいのが、ヤマハのホンダとかさ、鈴木のバイクって言いたいのに、鈴木のホンダとか言ってさ。<laughs> でも、そうらしいですよ。はい。次、ドラマ、相棒は何シーズンまである ?16、18、17、19。 はいコメント、ミンミンイクミンの今日の本気度もすごい、やっぱりね、ものですね、もうやっぱりプレゼントが違うというか、もう炭酸パックプラスね、CD つくとね、もうみんな本気度が120度ぐらいに <laughs> なっちゃうんじゃないですか。はい相棒といったら、まあ、水谷豊さんですね、はい池さん、本当ね、いろんな作品のサウンドトラックを作ってらっしゃって、ね、私の世代だと、先ほども言いました、信太をプロデュース、今ね、 再放送がまさに行われている途中なんですけど、はい。では皆さんクイズナーに集中してくださいね。<laughs> 今テレビをつければのぶたの再放送が行われています。はい。正解は2番のシーズン18までです。長いですね。すごい。 相棒は2000年からテレビ朝日、東映の制作で放送されている刑事ドラマですね。2000年の6月から2001年11月にかけてテレビ朝日系、土曜ワイド劇場で単発ドラマとして放送されたんですけど、2020年から連続ドラマで放送されています。はい、それでは次の問題。お寺巡りが好きな女性を何と呼ぶ仏女、寺女、歴女、神女。 大杉さん、ワード入れなくてもいいのはい、そうです。入れなくてもいいということではないんですけども、ちょっとあの、半角数字のみでも、あのー、サーバーの方が回答と、あの何、何に、あの、承認するっていうか認識するようで、なのでね、ちょっとあの、もう、クイズなベテランの方は、日本語を入れずに、もう半角数字、選択肢の半角数字だけで答えてますね。はい、ただ、 責任はね、問いません。っていうのも、これはオフィシャルな答えの仕方じゃないので、サーバーがね、いつ読み取るか読み取らないか、ちょっと私たちもそれは把握ができていないので、よろしくお願いします。ということで、皆さん、半角数字だけで回答されている人がちらほら見えるんですよ。大丈夫ですかはい、答えは、仏上です。はい。そうなんですよ。あのね、背景としては、えっと、国宝の アシュラテンっていうので注目を集めて女性のファンがね、結構あの仏像とかに、こうなんて言うんだろう、魅力を感じて、それでおのおのね、発信、情報発信をしていて、その仏教だったり仏像が好きな人を仏女というようになったそうです。はい。池さんのインタビューでカナダの女性が歌ったアニメのタイトルは、巨人のバハムート、進撃のバハムート、シン 追撃のバハムート、魂のバハムート。はい。YouTube にね、大好きなアミニメの曲を歌って、それをたまたまね、その曲を作った方が見て、それでもね、奇跡だと思うんですが、さらにね、そのコンポーザーから連絡があった。そしてコンサートで目の前で歌うって、本当にあのアメリカンドリームみたいですよね。いやー、もう世の中ね、何が起こるかわからないので、行動力っていうのは本当に大切だと思います。 なのでね、人生一度なので、思い立ったらもう行動していく。そうするとね、その行動の先に何が起こるかわからないのでね。はい、答えは、進撃のバハムートでした。はい、これもね、インタビュー聞いていたらわかった問題だと思います。こちらね、進撃のバハムート、サイゲームスさんが運営開発するソーシャルゲームなんですが、このサイゲームスさんね、実は、 企業スローガンがね、最高のコンテンツを作る会社ということで、社長さんが佐賀県出身ということで、佐賀県のね、伊万里の方なんですよ。なのでね、すっごい親近感が湧いています。はい。じゃあ、第10問目、ラスト問題です。長野県にある山岳リゾート上高地にある吊り橋の名前は、葉っぱ橋、かっぱ橋、なっぱ橋、らっぱ橋。 はい、こちら、育民からの出題クイズとなっております。皆さんからのね、出題クイズです。ペンネームマミっチさんからいただきました。メッセージもいただいております。若い頃、上高地に2シーズンいました。イソーローバイトです。ゴールデンウィークになると懐かしくて思い出に浸ります。ということです。ありがとうございました。いいですね。イソーローバイトって、やっぱリゾート地、スキー場とかもね、すごい人気な、 イソロバイトの一つですよね。私もね、一回やってみたいなって思ってた時期ありました。はい。これもね、いいクイズだったと思います。ありがとうございます。はい。答えは2番のかっぱ橋です。ありがとうございます。他にも視聴者メッセージいただいています。このような企画、楽しい企画ありがとうございます。えー、事前登録なので、ショーの感想を改めて、私の名前もイクミです。だって、えー、YouTube のアカウント名は、 男の子が生まれていたら名付けられる予定だった名前を使っています。イクミンもそのようなことを前,前話していましたね。といろんな話を聞かせてください。楽しみにしています。ありがとうございます。はい。それでは、ランキングの方が出ましたよ。はい。1位は、お、松下さん。はい。1位の方は松下さんかな。はい。そして、素晴らしい。そして、あ、 ミロ123、2位おめでとうございます。ミラ、ミラさん、はい。そして3番の方、あ、難しい漢字が出た。<laughs> ちょっと。はい。でもね、皆さん上位。<laughs> 3名の方、10問正解ということで素晴らしいと思います。4位も5位も6位も7位も8位も9位も10位も、全、あ、10位じゃない、9位の方まで全問正解ということでね。 素晴らしい。今日はね、初参加という方、続々といらっしゃいます。ありがとうございますえ。今日楽しかったという方はね、あの、ここら辺にある高評価というか、いいねボタンを押してくれると喜びます。よろしくお願いします。さあ、あの、入賞者の方、上位3名の方、忘れないでください。必ずやってほしいことがあります。この後、クイズナのショーが終わりましたら、あの、概要欄にもリンクは貼ってるんですけど、え入賞者のえ情報登録ページというのがございます。 はい、こちらです。私のオフィシャルページ、i k ドッ c o m にクイズナの、まあ、ページがあります。そのページの入賞者応募フォームというものがありますので、こちらの方に必要事項を書いてください。そうしないと、ちょっとあのね、素敵なプレゼントを皆さんの手元に発送することができませんので、よろしくお願いします。あの、下の方に概要欄の方にリンクを貼っておきますので、そこから必ず飛んでください。はい、そしてね、 なんと先ほどね、クイズナンを見ていた池さんの方からちょっとメッセージを私、受け取りまして、朗報です。皆さんにさらにプレゼントしていただけるということで、も太っ腹。やった ベスト版 CD3 枚追加でいただけるということでやったーあのベスト版ということでね、池さんの最高な作品たちがね、ギューッと詰まった CD になっております。こちらは今回ではなくて、次回のクイズナーの入賞者のプレゼントと一緒に発送したいと思いますのでね、え次回も気合を入れて参加してください。はい、そして、え次回のクイズナー、明日は、 クイズナの絆の回ですえ。絆の回というのは、今日のクイズをおさらいして、皆さんとの絆の、絆を深める回ですね。もうリラックスして参加できる回なのでね、9時半からあります。1日の終わりに、まあ、お茶とかお菓子とかとつまみながら参加してください。そして次のクイズのね、回、クイズナは、5月10、 12日です。はい。こちらにカレンダーがありますので、そちらの方を見てください。ツイッターの方でも随時情報を上げていますのでね、フォローしてください。さあちょっとね、コメント拾っていきたいと思います。ビリの方から数えた方が早いかも。いや、もうそんなね、ことは言わないでくださいよ。はい。とかね、あと、もう人さんもうプレゼント諦めてるとか <laughs>。諦めないでください。大丈夫です。もう、努力はね、 うん。裏切らない。<laughs> はい。誰、誰なそれ、明おさん、絆の会楽しいね。ってありがとうございます。そうなんですよ。絆の会はね、絆の会で、またいろんな情報をね、プラスアルファで皆さんとシェアしたりとか、こう、もうね、クイズなの時は必死にもうみんななんか手に汗かきながらやってると思うんですけど、絆の会は本当にまったりとした、リラックスした会なので、それはそれで楽しいですよね。はい。 トークカズさん、明日、今日の復習しても間違えそう。ユウさん、久しぶりに見た。ユウさん、ありがとうございます。めっちゃ入賞したくて意気込んどったのにクイズの参加遅れた。あら、ピカリズムさん、もう,何うと、何ショット 大杉さん、CD 欲しい。大杉さんもね、なんか池さんの大ファンということでありがとうございます。アンジュさん、楽しかったです。アンジュさん、ありがとうございます。楽しかったという方はね、ぜひ、こちらかなこちらかなあの、高評価ボタンがありますので、皆さんポチッと押してください。はい。サイバーダウンでもナイスフォローでした。 いやあ、もう怖い。もうね、本当にこれが怖い。なんせ、YouTube でこういう感じで生配信でクイズをやっている人って日本ではいないらしいので、やっぱり新しいことにね、チャレンジするっていうのは何かしらね、最初はスムーズにいかなかったり、トラブルってつきものだと思うので、あの、もっともっとね、安定したいい感じのショーを、になるように努めますが、それにはね、皆さん毎回、皆さんの協力も必要ですのでね、ぜひ毎回参加してください。 なんだかんだ楽しかったよ。ハプニングも楽しいそうなんですよ。あのライブ配信の醍醐味というのはハプニングも楽しむということです。はい。ありがとうございます。はい、いいね。したよ。っあありがとうございます。りゅうじさん、ありがとう。はい、次回頑張るぞという感じですね。はい、ルナ n さん、池さん、どうしたんだ。全問はすごいよね。とうん。 そうあのねヨさんタイム順ななわけいいと思います結構早めに回答したはずなのにそうなんですよあのねデバイスによってはちょっと私のショーのその皆さんの w i f i の強さとかネットワークの環境の強さでちょっとオンタイムよりも少しね ラグがあって皆さんに伝わってきている人も何名かいらっしゃるみたいです。ちょっとそこはね、皆さんのネット環境の具合は私もわからないので、それがね、オンタイムで来ているのか、ちょっとズレがあって、自分で、ではあの、早く回答している、つもりも少し皆さんとのラグがあったりする場合もあるので、ちょっとね、そこら辺は申し訳ないんですけど、クイズナに参加するときは生配信なので、 できれば Wi-Fi やネット環境がとても強いところで参加するのをお勧めします皆さんよろしくお願いしますはい。ということでね、はい今日も楽しかったですねたくさんの参加ありがとうございますお、ふくふくちんさんありがとうございますスクタイムやりましょうもうね、いっつもこれ忘れるの <laughs> いっつも忘れるからじゃあ、ロゴはロゴを出す ロゴは出せるかなここら辺にロゴがないかなえー、っと、これね。こっち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 オッケーはーいスクショタイムお願いします <laughs> これでいいオッケーオッケー はい。そう、参加して楽しむことに意義あり。そうですね。ありがとうございます。いつかクイズ答えてみよう。チャットばっかり見てる。そうそう、チャット見るのも面白いもんね。私もね、ずっとチャット見ちゃうんだけど、ちょっとクイズもね、進行しなきゃいけないので、全部の皆さんのコ,コメントはちょっと。 読めないんですけど、はい、相棒ファンにとっていけさんの cd は最高下方にしたい。あー、そうですね。下方にしてください。あのちゃんとねサイン付きで行きますからね。楽しみにしておいてください。さあ、それでは今夜もね。長い間お付き合いありがとうございました。それではあのいつものセリフでお別れしたいと思います。keep smiling Stay Home Stay positive and we are all one クリスナーバイバーイ。 Oh, oh, oh. oh.